どうも、皆さんこんにちは。私、1年前にですね、eBay で40ワット相当を歌う、コーンバルブを買いました。ルーメンで言うと、まあ大体3000ルーメンくらいかなと。送料込みで1700円ちょっとだったんです。で結局測ってみたところ実際1000ルーメン、国産製品で言うと80ワット相当よりもちょっとしたくらい、80ワット相当が1100ルーメンとかで売ってるはずです。100ワット相当がまあ1500ルーメンとかそれくらいで売ってますので、まあ、結局40ワット3000ルーメンということだったんですけど、実際のところは1000ルーメンくらいだったというわけです。そしてですね、まあ eBay ではコーンバルブは買わないぞと、また騙されてしまいましたということで、まあ、その場終わったんですが、まあ、やっぱしですね、日本でやっぱし100ワット型が E26 ですか、口がね、100ワット型がまあ普通に買うと、ちゃんとした会社で買うと、まあ僕日立が好きなんですけど、日立の信頼性が結構あるんで、今までの実績で日立とかでもやっぱし100ワットくらいしかないんです。でじゃあその100ワットは1500ルーメン以上ってなると、やっぱし海外の製品になっちゃうんです。まあそれで、まあ普通に海外だと E27 ですか、口金が。そこから探していくとですね、当然捕まされるわけです。そこでまあ多少高くなってしまうんですが、Amazon で評価がしっかりしてるんで、本当 eBay っていうのは、まあ中国人の嘘の発表会で、評価もですね、でこの LED 電球に限らず、まあ有名どころ、分かりやすいところで言うと、まあ、バッテリーの18650型のバッテリーありますね。ノートパソコンとか、あとはまあ、LED のなんとか何ライトって言うんでしたっけ、フラッシュライトじゃなくってありますよね。ああいうライト向けの電池があるんですけど、まあ、ああいうなんてほぼほぼ嘘ですよ。もうほとんど嘘、容量詐欺、当たり前ですね。でそれに対して評価つけてる人も、いいっていう評価をつけちゃってる。まあそういう、僕外人はそういうところはね、しっかり悪い評価つけるのかと思ってるんですが、まあ、実際 eBay 上ではそうじゃないということで、まあ、Amazon の評価を参考にしようということで、まあ、E27LED で探して、でも、ノーブランドだとちょっと探しようがなくなっちゃうんで、まあ、評価の高いブランドを探しました。結局今回は、LV ジング、ルブジングっていうんですかね、まあ、おそらく中国メーカーなんでしょうけど、まあ、ここがまあまあ評価があって、まあ、値段もそこまで安くない。まあ、値段で判断するのはあれなんですけど。ということで、ここの会社を指名外で E27 で探しましたところ、今回、これですね。35W。ルブジング E27 コーンライトランプエナジーセービング LED バルブランプ AC85 から265ってなかなか見ないですね。だいたい 110V から 220V だと思うんですけど、これは85から265まで対応するっていう、本当だったらおすごいじゃんっていう感じなんですけど、アルミニウムらしいです。65度まで上がると、マイナス25度も本当にマイナス25度から動くのかっていう気がするんですけど、まあ 5万時間で、まあワランティーが3年っていうね、本当かよっていう感じなんですけど、絶対知らんぷりされそうな気もするんですが、
まあここしかなかったんで、まあ、結局そのアマゾンでルブジングっていうのを探し、ルブジング、いや結構探したんですけど、あんまり eBay に出てこないんですよ。まあ、で結局このルブジングってところがあって、それでもやっぱり商品数が少ないんですよ、なかなか。でちなみに、あちなみに、ちなみにですね、このタイプの、高温バルブ、ここはルブジングって書いてないんですけど、ないですね、ブランド名書いてないんですけど、まあ、ホワイトで E27 で 35W で、まあ、3991円ってなってますけど、これ 65W とかまであるんですよ。半端ないですね。 65W って6000ルーメンですよ。はい、これちょっとずれちゃってるんですけど、こういうライトみたいですね。こういう車庫とか展示場で使うライトなんで、まあちょっと信頼性というかある気がします。でまあ、本当はまあ 60W 行きたいんですけど、まあちょっとまだ怪しいということで、まあ今回ですね、まあなかなか信頼できないので、まあ、ルブジングっていうちゃんとブランド名がついて、まあ一緒なんでしょうけど、一応ここをですね、35W の E27 3370円なので買ってみようかなと思います。皆さん、というわけで、これ2、3週間くらいかかったんですかね、届きました。僕ですね、45W 買いました。 45W やっぱね、 35W なんていう耳ちいこと言ってんじゃねえぞということで、結構丁寧に梱包されてますね。丁寧にっていうか、まあ、お、あ、結構なんか質感は結構いい感じですよ、皆さん。ほら、質感いいですね。こんな感じですよ。ねえ、これはなんか期待、重さも結構ある。重さね、かなり、重さ、かなり重たいわ。ってことは、まあなんか積んでるんでしょうね。軽いよりかはいいですよ、重い方が。いや、これ、前回と一緒で、キッチンの、なんかちょっと斜めってるんだけど、なんか斜めってんだけど。わかります？キッチンでね、ちょっと明るさチェックしようかなっていう思います。よろしくお願いします。現在ですね、部屋の中は、パソコンのモニター1枚が、光源としてあるだけです。撮影のために、汚した普段は綺麗なキッチンを使って、評価をしていこうと思います。カメラの設定は ISO400、絞りが50分の1、間違えましたね。絞りが 2.8 でシャッタースピード50分の1です。フリッカーが出ちゃうんで、シャッタースピード50分の1になって、なってます。なってす。それで、何でしたっけ。露出系がですね、ISO が、400、絞りがですね、これ60になってるんですけど、50がないんですよ。こっちの絞りじゃなくて、シャッタースピード60に合わせてカメラを60分の1にしちゃうと、フリッカーが出ちゃって、出ちゃうんで、ここは仕方がなく、露出系の絞りじゃなくてダメだ。シャッタースピードは60分の1でいきます。そんな感じで。いきますよ。設定は変えずにいきます。まずは僕が、
最初に騙された、これですね、僕今調べたら実は40ワットのコーンバルブ買ってたんですよ。いきますよ、40ワット、自称40ワットの、まあ、前回も皆さん見たと思うんですけど、覚えてない人いると思いますけど、いきますよ、40ワット、すごいですよ。あの日本で売ってるのは、あのあれですか、ちょっと今暗いから電気つけますけど、日本で売ってるのは100ワット相当っていうのは1500ルーメンで12ワットなんですよ。それがこれ40ワットを歌ってますからね、その3倍くらい、14ワットか、14ワットなんですよ。100ワット型の100ワット相当の LED っていうのは14ワットくらいなんですよ、1520ルーメンとかで。だからそれが40っていうんだから、まあ2倍以上の明るさのはずなんですけど、結果はこんな感じね。測りますよ、 2.03 分の1、細かく言うと 2.0 の2とか3とかですね。 2.02 2.02 2.02 2.03 2.0 2.0、そんな感じですよ。真下だとまあ 2.03 とか4とかっていう感じですね。 ISO 400、シャッタースピード60分の1、これを 80W 日立のこれに変えます。日立の 80W ですね。1100ルーメンとかそれくらいだと思います。いきます、はい、こんな感じ。色が何色って言うんでしたっけ、忘れちゃいましたけど、まあ電球色ですよ、こんな感じ。さあここでいきますよ、皆さんわかりましたね。今回 45W の化け物ライト、 45W の化け物ライト見てくださいよ、この違い。逆光になって見えないっていう意見があるかと思いますが、こんな感じですよ。逆光になって見づらい、あ、これ、ね、逆光になって見づらいという声にお答えして、まあ、こんな大きさの違い、重さはもう2倍以上ですよ。これ期待できますね、これ。精度が悪くって E27、まあ、確かに E26 なんでこっちは、あれ なんですけど、ちょっとね精度があまりにもひどいですね。ここのこれかなり押し込まないとつかないということで、いきますよ、 45W化け物ライトね、多分相当だから、4000ルーメン近くあるってことなんで、まあ、2.5 倍くらいですよ、100ワットの。半端ないことになりますよこれ。水銀灯かっていうね、一人エレクトリカルパレードかっていうことになると思うんで、皆さんご期待ください。いきますよ皆さん、3、2、1、ファイヤー。はい、ね、かなり奥まで押し込まないとなんかぶっ壊れそうな、ミリミリいってるんですけどね、岡田ミリミリいってるんですけど、いきますよ皆さん、3、2、1、ファイヤー。あっ、え、2.03 2.03 2.04 2.04、
日立より暗い。返品しよっか。でもこれ送料自分持ちなんですよ、 eBay だから。返品いくらすんだろう。国産100ワット買った方が安い。小さい。